はい、皆さんこんにちは。12月4日ですね、21時03分に出た日本経済新聞の記事ですね。昨日の夜ですね、日本経済新聞電子版、中国地方で預金取り付け騒ぎ、ネットの噂に過剰反応、込み出しとか、サブタイトルが高齢者ら小規模銀から引き出しという記事が出ています。元来申し上げている通りですね、中国という国はですね、ものすごい経済成長を続けてきたんですが、インフラ投資でガンガン要は GDP がこうかさ上げされてきたんですね。のインフラ投資というものはあれなんです、借金で、日本的には国債、地方債みたいなものを発行することによって得た資金で鉄道を作ったり道路を作ったり橋を作ったりとか、そういうことをガンガンやってきた。でそれで GDP がかさ上げされて成長してきたんですけども、その元々の原資はですね、中国で生産したものをですね海外に輸出することによって得たドルなんですね。でも我々もこうこのパソコンとかね、このマイクとかね、撮ってるカメラとか全部中国製なんですよ。で僕が払ったお金も最終的にそれ中国に行ってるわけですよね。ドルに変わって、僕は日本円で払ってますけど、これはドルに変わって中国に行ったと。でそういうものを原資に、インフラ投資をして経済成長してきたのですが、ここに来てですね、中国で物を作るよりもベトナムとかインドネシアの方が安いんじゃないのみたいな話もあるし、非常に不安定なんですね、中国の政策が。共産党支配してるんですけども、もうその役人とか政府の人のこうさじ加減一つでこうパッとこう規制がかかったりするわけでして、あと知的財産といいますけど、物をこう作る技術でもこれよこせと言われて、で知らせてあげたらまた別の工場でまた作ってたりするというようなことがあってですね、でアメリカが切れたわけですね。アメリカが切れて、お前らいかにしろということで今貿易戦争をやってるわけなんですけど、でそうなるとですね、ちょっと成長に陰りが出てきたんで、成長に陰りが出てきたらどうなるかっていうと、こう借金がですね、成長していくことを前提に借金をしているわけですね。あらゆるもう中国国内であらゆる組織がこの成長を前提に借金をしているもんですから、成長がこう陰ってきて、ほぼ止まってるような感じがするんですけども、そうなると返せなくなるわけですね。で、最初に起こるのが地方の弱小の金融機関が経営破綻すると、日本でもありましたね、バブル崩壊時に木津信用金庫とかになりましたけど、でそれが今中国で始まろうとしているのかなという記事でございます。ちょっと長い記事なんでかいつまんで読んでいきますと、出だしはこんな感じですね。中国で地域金融機関の預金取り付けが起きている。預金取り付けっていうのは、要は僕の預けたお金返してくださいっていう、そういうこと、そういう人たちがわさっと押すわけ、ざーっと。10月末に河南井川銀行、河南井川農村商業銀行、11月上旬には遼寧省の永康沿海銀行で大量の預金が引き出された。東証銀行が実質国有化されたことを契機に、インターネットを中心に広がる経営不安の噂やデマに高齢者らが過剰に反応している。景気が減速していることもあり、地域金融への不安が広がりやすくなってきたと、これが出だしでございます。中国といえどもですね、一応ネットはありますんで、そういう噂は広がりやすくなってますね。渤海を望む港町、遼寧省永康市。永康市って経営の A に口ですね、マウスの口の市。11月6日、会社員の、関さん、石ですね。関さんは職場から帰り道に永康沿海銀行の支店で行列を目にした。帰宅すると夫人から、奥さんですね、ネット上で宴会銀の経営不安の噂があると聞いた。前日に宴会銀の大株主の会社が経営難と中国紙が報じたのが噂のきっかけになったみたいな、こういう具体的な話を、これ日経新聞の記者さん、地方に行って聞いてきたんでしょうね。当日は人が多すぎて預金が下ろせず、関さんは8日に
30万元過去約500万円分の定期預金を解約した。満期5年で3年過ぎていた。利息は惜しいが妻の母がどうしてもというので仕方がないと話した。別の支店の向かいの商店主は取り付けの一部始終を見ていた。これ取材したんでしょうかね、隣の向かいの商店主。記事続きます。6日午前、預金者が並び始め、どんどん行列が長くなった。商店主も並んだが、整理番号は1000番台だった。同行はその日、24時間体制で営業し、この商店主によると、最後の支払いは翌7日午前3時だったと。まあ、取り付け騒ぎが起こっても、ちゃんとその昔の傷心金みたいに、こう現金を積み上げてですね、もうお支払いしますと。いうふうにやってるみたいですね。だからその暴動になってるとかそういう感じの報道ではないですね。ただどう言いましょうね、取り付け騒ぎですから尋常ではないという感じですね。この、まあ、読みませんけども、一人ね、何百万円か あれあるみたいですね。50万円でしたっけ。一応日本もね、一金融機関1000万円までは政府が保護してくれるんですよ。元金だけね、元金だけ、いや1000万円で例えば1200万あったら、でその銀行が潰れちゃったって言ったら1000万円は政府が払ってくれるんですね。金利は払いませんよ。その1000万円だけは払ってくれるわけですね。でそういうのがあるんで、どうでしょうね、もう皆さん覚えてらっしゃらないと思いますけど、1990年代の終わりに拓殖銀行が潰れたりとか、他にいろんな銀行が潰れたりしたことがあるんですけども、あの時に各銀行に1000万ずつしか預けないっていう人が出てきましたね。そんなね、大手のね、三菱とかね、三井とか住友とか名前の付いてる銀行が潰れるとは思えないんですけども、まあ三菱銀行には1000万しか入れないみたいな人がいましたね。今は三菱 UFJ ですか。でその辺の信用金庫に預けてても1000万円までは保護っていうか、まあ、政府が保証してくれます。で中国にもそれがね、50万元ですから、まあ、1000万まではいきませんけど700ぐらいですか。今16円ぐらいですかね。そうすると、800万円ですかぐらいは全額保護されると。中国の預金制度では1人1個50万元までの預金は保護されるというふうに書いてあります。はい、で記事ちょっと最後までいっちゃいましょうね。だいぶ飛ばしますから最後の方に書いてあるものです。中国人民銀行過去中央銀行が11月にまとめた中国金融安定報告では、大手から中小まで全国1171の銀行を対象にストレステストを実施した。国内総生産の成長率 4.15%、 人民元が対ドルで 4.23% 下落など、銀行経営に重い負担がかかる場合、全体の 13% に当たる159行が資金不足に陥ると試算した。中国でもこんなことを調べるんですね。国債などを保有する有料資産を売っても資金不足が解消できないという、流動性が銀行経営のアキレス腱に浮上した格好だ。預金取り付けは資金不足に直結するため、金融当局は今後も警戒を続けると見られるという締めくくり方でございます。日本の場合ね、どこどこ信金とかどこどこ銀行が危ないって、じゃああれだと預金下ろしに行こうぜというような騒ぎが起きたら、もうトップニュースですよ。トップニュースですよ。で私の生涯で知ってるのは傷心筋ぐらいでしょうかね。バブル崩壊の1997年頃じゃなかったですね。であの時確かに拓殖銀行も潰れましたし、日本長期信用銀行とか日本債券銀行とか、なんかその辺ありましたね。まあ潰れたって、預金者が預金を下ろせなくなったと、あるいはまあ5000万円預けたのに1000万しか返ってこなかったみたいなことはなかったはずです、私の記憶によると。だから預金者の預金がなくなっちゃったということは、今まで日本、今僕が知ってる限りの日本ではないですね。まあそれ以前に戦前とかはあったかもしれませんしね。まあそうなんですけども、仮に日本で今どこどこなんとか県のなんとか信金かなんとか信総がやばいよとなって、みんなが並んだみたいなことだったら、もうトップニュースもガンガンにニュースされて、それこそですね、俺の銀行大丈夫なみたいな人がわーっとまた行っちゃうかもしれないですね。
まあ、あの中国は国もでかいんで、比較的こういう、こうニュースもですね、冷静に受け止められて、中国全土でこういう取り付け騒ぎなんか起こったら、もうそれこそパニックですからね、あの政府が戒厳令でも敷いてですね、みんな外に出るなみたいな、預金は一切下ろしちゃいけないとか、そういう命令を出してしまうんじゃないかなと思いますけど、まあ今はまだね、まだ地方の特別な、特別にその弱小な金融機関でこういうことが起きているということなんですけども、こんなことですね、どうでしょうね、私がニュースを見始めてからは初めてのことでもあります。つまり普通じゃない。で、まあこういうことを手始めにですね、今後中国経済がぐわっと好転するというふうにも考えられないんで、多分こうちょろ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 出てきて、これがずっとこう積み重なっていくと、そのうち全国的なパニックになるのかなと思いながらこのニュースを読んでいました。はい、皆さんどうもありがとうございます。